クラパムジャンクション駅は、イギリス、グレーターロンドン、ウォンズワースクバタシーの南西にあるセントジョーンズヒルの近くにある鉄道駅である。駅名にクラパムと入っているが、実際の所在地は一般にクラパムと呼ばれる地域から、離れたバタシーとワンズワースの中間にある。別名は、ブリテン、S、ビジーストレールウェイステーション。当駅は、 ロンドン中心部にターミナルを持つ2つの大幹線が X 状にクロスする交点に位置する。駅名の由来はヒルを意味する、クラップとホームを意味する、ハムが一緒になってできた地名に分岐点を意味するジャンクションがついている。この地区に鉄道がまだ走っていなかった頃、この地区は田舎でラベンダーを専門的に育てていたラベンダーヒルがある。 ロンドンとギルフォード間を走行していた長距離大型バス用道路が現在の駅の少し南を走っていてそこにファルコンという公衆酒場がセントジョンズヒルとラベンダーヒルの交差点にあったパブは減損するロンドンサウスウェスタン鉄道は1838年5月21日ナインエルムズからウォギングまで開業させたこの地区では最初の鉄道路線だったが 現在、駅ある用地は、まだ決まっていなかった。二つ目の路線は1846年5月2日、当初ナインエルムズからリッチモンドまで開業した。その後、ナインエルムズは1848年にターミナルを、ウォータールーブリッジ駅に譲った。1860年、その路線が、ビクトリア駅へ開業した。当駅は1863年3月2日に、 L&SWR とロンドンブライトンサウス、コースト鉄道が共同事業として、ウィンザー、サウスウェスタン本線とブライトンの角路線を分岐するインターチェンジ駅をファルコンブリッジ駅として、ファルコン交差点の近くに開業させた。また、1874年と1876年に駅を増築した。バタシー駅が開業した当時のクラパムは、 貧しい地域だった。また、東に1マイル行くと、たくさんの今風の村があった。鉄道会社は、上流、中流の顧客を引き寄せるために、豪勢な2つの名前を採用した。当駅はこの周辺に開発をもたらし、1840年には6000人だった。人口が1910年には16万8000人まで増加した。 1988年12月12日の朝、駅の南西で3つの通勤列車を巻き込む事故が起こった。この事故で35人が死亡、100人以上が怪我をした。プラットホームにある発車表夜の2番線から10番線のプラットホーム毎日、約2000本もの列車が当駅に停車し、通過していく。 ピーク時は1時間に180本が通り、うち117本は停車する。乗客数の割には混雑は少ない。平日は約43万人が、ラッシュ時はそのうち13万5千人が駅を利用する。乗り換え客はそのうち40%を占める。中央口は南のセントジョンズヒル側にあり、ホーム東端の下をくぐり北口に続く4.6メートル幅の 地下通路につながっている。北口はグラントロードに面しており、開業時間は限られている。改札口は狭く、地下通路はラッシュ時大変混雑する。中空の幅広い通路が全ホームの生誕で接続しているが、駅自身の出入り口にはつながっていない。セントジョーンズヒル側のブライトンヤード出入り口を復活させ、 ホームにエレベーターを設置するなどの改善計画を2009年には完成させると2007年にネットワークレールが発表している。イギリス鉄道警察がクラパムジャンクションで警備に当たっている。クラパムジャンクション駅の東側合流部、平日オフピーク時には1時間あたり120本以上の列車が運行される。以下は行き先別の本数である。 夜のクラパムジャンクションの地下道ホームは9面16線だが、最も北寄りのホームが2分割されているため、1番線から17番線までが存在する。11から17番線のホームは、列車とホームの隙間の幅が大きく、駅のホームには、マインド・ザ・ギャップと書かれてある。クラパムジャンクション駅で乗り換えできる、ロンドンバスの路線は35番、37番。 39番、49番、77番、87番、156番、170番、219番、295番、319番、337番、344番、345番、C3 番、G1 番。スクールバスの路線は639番、670番。深夜バス路線は N19 番、N31 番。 N35 番、N87 番である。ABCD、ステーションユーセージエスタメッツ。レールスタティスティックス、オフィスオブレールレギュラーション、2015年3月31日、閲覧。中期、統計手法は年により異なる場合がある。駅名の日本語名は、秋文社館、トラベルストーリーロンドン記載の地図には、クラッパムジャンクションと記載。 デアゴスティーニジャパン鉄道データファイル第187号7ページ駅データ駅名の由来ルートプランズ2007ルート3サウスウエストメインラインパブリッシュドバイネットワークレール 2007C ページ20ブリティッシュトランスポートポリスロンドンサウスエリアデアゴスティーニジャパン鉄道データファイル第187号7ページありがとうございます